はいどうもこんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。狼少年みたいになってるけどさ、今日は多分短め。はい、今日の動画は大人ミーズ通常版5月号1190円。ジョエル・ロブソン&ジェラート・ピケ特大デリバッグ。大人ミーズ5月号増刊版1300円。ジョエル・ロブソン&ジェラート・ピケ、ホレホン機能付きランチバッグとペットボトルケース。はい、こっからちょっとムック。デイリーバケットバッグブック、プロデュースドバイプチプラのあや、1980円プラス税。巾着型デイリーバッグ、ほらほら少ないでしょ。以上、本日は1、2、3冊だけ開封していこうと思います。前回も3冊で40何分ですからね。いやでも今日はコンパクトにまとめるよ。またこれ嘘かな、後でなんかあのテロップでごめん嘘やったって入れなあかんかな。はい、大人ミーズさんですね、こちら3月28日発売の分だったんですけども、4月3日に発売日が変更になりまして、無事ね発売されましたよ。なんかさ、もう雑誌はヒヤヒヤする。もう今のこのご時世がご時世なもんで、まあ工場は稼働してるんだろうね。だからね、今通常版がデリバッグ、7月からレジ袋がなんか有料化。いやでも今でもすでに有料化やね、もうね。だけどそれは今は一部なんかな。7月からまあ本格的にそういうことが始まるよということで、まあデリバッグで早めに出しとこっていうあれですよね。でこっちがランチバッグとペットボトルケースなんですけども、黒でなかなかシックでいいんじゃなかろうかと。で待って、プチプラあやさんのやつですよ。結局ね、なんか私が行ってる本屋さんでなくってって前の動画で言ってたんですけども、結果ね、まあアマゾンでポチりました。まあ巾着バッグなので素材感がどんな感じかなといったあたりでございますね。はい、今日はこのようなラインナップでお届けいたします。あの発売日変更のお知らせは前回から変更ないんですけども、まだご覧になってない方は概要欄ご覧いただけたらと思います。まずはこちら、サクサクいってるかな。特大デリバッグということで、ブランド名がね、ジュエル・ロブソン&ジェラート・ピケ、ジェラート・ピケさん、みんな大好きなジェラート・ピケさんなんだけど、割とね真っ黒黒なバッグなんですけど、まあ言うてさ汚れにくいし無難かなっちゅうあたりでございますね。前回のさ、この LLB のピンクちゃん、これ私割と気に入ってるんですけども、お買い物バッグというよりはもう普段使いバッグみたいな感じ、可愛いしさ、まあでも、まあ、これをデリバッグとして使いますよっていう方もいらっしゃると思うので、まあこれは横幅が広いタイプですが、まあ、こちらとね大きさをまた比べていこうと思いますよ。はい、こちら雑誌より一回り小さいぐらいの大きさなんですけども、重さはまあそんな重たくないですね。割と軽めでも詰まってる感はある。ほんで早速開けていこう。はい、よっこいしょ。はい、中身はこんな感じです。あれあれ、いやあれあれっちゅうか、まあまあこんな感じで折りたたまれてるんですけど、なんか畳み方はさ若干の粗さを感じるのだがね。いやでもタグがでけえ、タグがシリカちゃんが出てきたぽーい。なるほど、これ系だわよ。だわよって何。なんかさ、要はこれと比べようと思っててね、要は裏ビニールのしっかりめキャンバス素材なんですけど、こちらだから形がさ割とビッシーンってしてるんやんか。こういう感じのバッグだと思ったんだけど、これはね折りたためる系ですわ。ほんまデリバッグって感じ。こういう感じでね、普通にこうやって折りたためちゃう感じ、まあ普通になんか布バッグという感じでございます。でももうねビビるぐらいタグがでかい。しかもさ、タグ裏っ側なんかしましまになってんねやんか。かわいいわ、タグが。もうここに全勢力を注いでるよね。デザイン的にほら、かわいくね。これついてたらかわいくね。すんごいでかいけど。まあ、ほんでは本体レビュー行ってみよう。はいはい、こんな感じでございますよ。だからほんまね、折りたたみ系よ。なんかさ、こういう形のさ、もうバシッとしたバッグかなと思ったんですけど、そういうわけではなかったね。とりあえず素材アップ行きますと、このような感じのキャンバス素材というか、薄手の布っていう感じですね。まあ、縫製はわりかしちゃんとしてるんじゃなかろうかと思いますけども、でここにジュエル・ロブソン&ジェラート・ピケさんのねロゴが割と小さくプリントされておりまして、ここは控えめやね。ここはね、なんだけどもこれでさ、このデカタグほんまでかくない？これで裏側がしましま、なんか可愛いよね。全勢力をねここにね集結っていう感じですけども、この手のバッグってさ、そのセカンドバッグ的な意味合いだったりとか、まあこれデリバッグですけど、まあこういうやつは前からありますよね。言うて街はちなみにですね、裏側こんな感じになってるね。真ん中軍のイメージっていう感じなんですけど、街はまあまあある感じでも、これ自体が布なので割と膨れても大丈夫だから、トイレットロールとかさ、あのでっかいやつ掘り込むのはさすがに無理やけど、4個入りのやつとかありゃ、あんなんボンボン掘り込んでも全然大丈夫かなと。大根とか長いもんでも対応できますよぐらいのサイズ感はあるんじゃなかろうかと思いますよ。ちなみに持ち手に関してもこのような同じ布で作られていて、紐はねもう取り付けられております。だから紐もね同じ素材なんですけど、こんな感じのね布素材でございますよ。墨がへっちゃーってなっちゃうんですけど、まあ物入れたらねっていうあたりでございます。
ございますね。手で持つんやったら紐だらーんっていう感じなんですけど、斜めだけで持つんやったらまあ持ち手だらーんみたいな感じですね。まあ割とカジュアルな作りではありますが、まあデリバッグやったらええんちゃうかなって感じですね。むしろ折りたためて使える方が理想かなというところでもあるので、で中行きますとですね、縁はこのようにちゃんと縁がこうほつれて出てこないようにみたいな感じでこうぐるっと縫われておりまして、裏地はついてないですね。で内ポケもついてないです。横っちはこのようにパイピング処理がされております。だからね、ほんま写真じゃわからんわ、こっち系やったんね。ほんまてっきり分厚いバッグやと思ったわ。ただまあ使いやすいんじゃないかな。タグのね、タグのほんま存在感がやばくない？手で持ってみたらこのぐらいのサイズ感です。かなり大きいですよね。これ墨がさ出ちゃってるからあれですけど、こんな感じの大きさ。裏側は何もないですよ。こんな感じで斜め掛けにしてみるね。斜め掛けにしてみたらですね、こう下がね膝近くまで行くんですけど、トトトトトトこんな感じでございます。割とさ紐長くない？これ、私もうちょっと短い方がいいけどな。これ縦長やんか。ほんで斜め掛けするんやったら、こうへそより下なわけですよ。これ私160センチですけど身長で、へそより下まで行ってしまうので、かなり下の方にあるバッグになっちゃう感じかなってちょっと思いました。これさ、いやいいねんよ、いいね。折りたためるし、まあ、外ポケ内ポケゼロでございますけども、まあそういう使い方じゃなくって、まあまあお買い物バッグで使うんやったら、まあ、使い勝手はいいのかなとは思うんですよ。紐の長さが割と重要。これ私あの160センチで割と下やなって感じるわけですよ。なんかコメ欄でも、私身長が低いのでちょっと紐の長さが割と重要っていう方いらっしゃんねんけど、いつも私ストラップの長さだいたいここにね入れてると思うんですけど、ストラップがねだいたい104センチ105センチとかそのあたりなんですけど、ストラップっていうのは120センチぐらいやったらだいたいどんな身長の方でも使っていただけるかなって、長めで使えるかなっていう長さなんですよ。一見だから105センチって言ったら短い気するやん。ただこういうバッグの場合は下が長いわけよ。下がめっちゃ長いから、そんならストラップがちょっと短めの方がカッコついたりとかするんだよね。胸の下とも言わへんけど、もうちょっと下ぐらい、このぐらいで持つ方がバランス的にはすごくいいです。そうするとストラップ的にはね、大体ちょっとこのぐらい長いかな。まあじゃあ手持ちで使えばいいわと思うけど、ただデイバッグの場合ちょっと重たいものを入れたりとかする場合があるやんか。なのでこの紐に関してが、じゃあ長く作ってくれてたら肩からこうやってかけれると思うんでね。まあこれでも肩かけれるんですけど、ちょっとキチキチ、まあ私肩でかいだけやねんけど、なんかデザイン的にいいんですよ。すごくこの紐つけるのもいいねんけど、できればこの紐の調節、私でも長いな、まあだから長めに持ちたい方はちょうどいい感じではなかろうかと思うんですけど、うん、かなり長め、わかります？こんな感じなんやんか。ほんで下がさベローンって長いわけやんか。だからかなり長めになるんですよ。まあ、なので背の高い方、あと長めに使いたい方はちょうどいいんじゃなかろうかと思うんですけど、私みたいにちょっと短めで使いたい、もしくは身長がちょっと低いねんっていう方からしたら、紐がまず長すぎるからきついという感じですね。ここをなんかそういうさ、サイズ感とかさ、使い勝手とかさ、なんかまあ私の意見が全てではないと思うねんけど、散々黒く開封してるからなんとなくね、そんな気がするよ。ストラップの長さ大事ね。まあでもこれ持ち手ちっちゃく見えるやんか。やけど私のでかい方でも入ったので、薄着だったらほとんどの方が肩掛けで使えるんじゃなかろうかとは思います。ただあと5センチぐらい紐が長かったら、どんな方でもアウターを着てても入るかなっていうサイズだと思うので、いろんな意味でこの持ち手ストラップの長さがもうちょっと理にかなっとったらよかったかなっていう、ちょっと惜しいバッグでございますね。まあでも紐が長い分には、例えば内側にこういう感じで折り込んで、安全ピンで留めてはきついか。でも重たいものを折ったらさ、安全ピンピンって抜けちゃうよね。だからまあストラップの紐長すぎる方は縫わなしゃあないかなと思うんですけど、縫うてまで使うかよっていうところがあるよね。だからまあ肩掛けで使ったらええんちゃうかな。これなんかさ、このお買い物バッグとして使う時ってさ、なんか基本肩掛けか、まあ斜め掛けかしたくない。なんか手で持ちたくなくない？だって手痛くなるやん。そういう意味で私が使うんやったら、まあ肩掛けで使うかなと。あとまあ薄着な時ね、アウター着なあかん時期じゃなくて、もうちょっと先でお買い物バッグで使おうかなって思いました。でまあさ、比べる言うたから比べますけど、この LL ビーンさんね、形がすごいしっかりしてるわけですよ。これに関しては折りたたみで持ってて使うセカンドバッグっていう感じじゃないのよね。メインバッグって感じやから、またちょっと違ったね。だけどこれに関しては、久々にさ、このキャンバス素材で綺麗なバッグに当たったっていう感じですね。ほんま可愛いし、すごくしっかりしてるし、でこの持ち手が大きいじゃないですか。だから肩掛けがやっぱりしやすいっていう部分で、私はこっちの形の方がちょっと好きかなって思いましたね。まあデザイン感が全然違うんでお好みだと思うんですけど、あ、な言うてな、これタグ可愛いしなもう結局さ、なんかブランドタグが好きだよ僕はね。こういうね、心でなんかちょっとかっこいいなって思っちゃうんだよね。ただ斜め掛けで持つときに長すぎるな、ちょっと微妙いね。斜め掛けで持ちたいわ。これ縫おうかな、紐ちょっと短しようかなって思いました。おばちゃん、まあ、デザインはねほんま可愛いもんね、このタグがね
しつこい、はい、ほんでは次、最後にねまとめておりますので、そちらもご覧いただけたらと思いますよ。でこちらでございますね。増刊版は今度全然違ってランチバッグとペットボトルケースということで、保冷本が来ましたよ、まあ、言うてね今年も保冷本割ともうすでにありましたけども、忘れもしないね、おととしのね秋ぐらいなんか保冷本バッグ3つセットみたいなやつが出て、で私その時多分まだ全部取り上げてなかったので雑誌で取り上げんかったんですけど、これがまあなんか売り切れとかになってすごいバズったわけですよ。そっからというもの、去年1年で保冷本バッグどんだけ増えたっていうぐらいね、それ全部買ってるからやねんけど、えぐい量だよ、すごい量出ましたからね。今年も夏はそんなことになるんだろうか、どうなんでしょうね。まあでも真っ黒黒は割と嫌いじゃない、そしてタグが可愛いのかな、どうなのかな、あのタグが好きなんやけど、タグついてたらええなってちょっと思いながら、形がちょっと面白いんですよランチパック、まあ、使い勝手がどんな感じかなっていうあたりでございますね。ほんでは早速開けていこう。はい、よこしょ。みんなさ大変やと思うね、今の時期もこんなさお気楽な動画してる場合じゃない方もたくさんいらっしゃると思うねんけど、でも私逆にね、まあ、2月ぐらいに割と毎回さ、もうやばいですよ手洗いしてくださいっていう雑談だらけやったと思うねんやんか。その時テレビの報道が全然そんな報道しなくって、外に出かけたらええみたいな、なんか専門家が出てきて外出を自粛する必要なんかないよとか言ってた時やでね、2月って。ほんでそれはもう見てられへんかって、動画ですごいもうちょっと手洗いうがいマスク、まあ、できたらゴーグルとかだってメガネとかさ、こんなんでちゃんとしっかり予防してくださいねっていうのをすごいしつこく言ってたと思うねんけど、今って逆にさもうテレビとか報道でもちゃんと報道がねやっとこさされだしたから、なんかさ私が追い打ちでさなんかそういう話ばっかりするのも逆にあれかなと思ってね。なのでまあ私の役割っていうのはこうパーッとした動画をね皆さんにお届けすることかなと思って、まあ、こんな感じの動画を撮っておりますよ。あ、言うてね雑談コーナーでは私好きに話してますんでよろしければまたそちらもご覧いただけたらと思います。ちょっとまた雑談入ってしまいましたけど、こんな感じでございます。よよよよよよ、なんかねシンプルでいいよ。あと作りがねすげえしっかりしてるわ。さっきのバッグは割とカジュアルな作りやったやんか、今回は割とビシってしてる、商品感が強そう。ではまずこっちのランチバッグからレビューいってみよう。いやさ、なんかさペッタンってなってたらどういう形のものみたいな感じなんですけど、上をこう多分止めるんだね。ちょっと後で立体にしていきますけども、まずは素材アップからこちらこんな感じでございますよ。割とテカリがあるナイロン素材なんですけども、割とねまた割と言ってる、僕はあの口癖が多いチャンネルなんで鬱陶しい人はほんまごめんなさい、最初に謝っときますけど、すごい同じことをね同じことをすげえ繰り返すんだ私、申し訳ねえわ。ほんとなんかさ光がある素材ゆえにこのライトが光ってね割とボキボキに見えてると思うんだけど、特殊で見たらめっちゃ綺麗だよ。はい、素材アップがこんな感じのねナイロン素材になっておりまして、ここにロゴがベベベベーっとプリントで入っております。なかなかシンプルでいい感じ。ちょっとさっき形整えますね、どういうもんか分かれへんもんね。だってお先にシリカちゃんぽーい。なんかさ前の動画でさシリカちゃんが役割を果たしてないとか言っててんけどさ、コメ欄でさシリカちゃんは報酬というより除湿やでって言われて、あーほんまやと思ったのと、あとあの100日で死ぬワニのさあの電通がシャシャってきてなえるっていう話もさ、私東電って言っとってさ東電は違う電通だわ。そういうね言い間違いだらけなんだよね、もう生きてて言い間違いだらけやね、ほんまごめんなさい。まあ、言いながら形整えましたけど、ちょっとねなんかちょっとね難しい、これなんかねもう縫い目があって形が定まってるわけじゃないわけよ。だからこう己でねラインを決めていくのよ、己で綺麗にできたこんな感じ。え、でもさすっごい可愛くない、なんか持ち手がこれなんがいい。あ、ちなみに持ち手なんですけど、こういう感じのナイロンの紐つけてくれておりまして、まあ、言うてねそこまでチャチっぽくはないですよ。すごくビシッとしていて綺麗し、ここホック2つがねこういう感じでついてるんだけど、いやまあ使い慣れたらええんちゃうかな、こういう形やんか。ほんでグッてしてここ止めんのね。やねんけど最初はさなんかこうここの形を定めなあかんやんか、ここの折れるラインをどこにするかみたいな。だからなんかもごもごしましたけど、一回やったらまあまあ、まあ、そこそこ使っとっと折り目定まるんちゃうんかなと思うんですけど、ただね思ったよりでかい。これなんかメンズのお弁当箱、なんかほら 950ml とかあるやんか、あのクソデカのお弁当箱、あれがボーンって入りそうな感じのデカさなんですよ。でまああの多分ペットボトルも入るみたいな感じ書いてたけど、どうやったっけ、まあ後でペットボトル
袋とかなんやかん入れてみますけども、女の人のお弁当にこの容量はいらんのじゃないかぐらいでかいんですね。ただこのお弁当箱を例えばカバンの中に入れずに手で持っていく人からしたらなんかまあ可愛らしいとは思うんだけど、ここのさ厚みがすげえんだわ。なんか腕にかけるにしてもさ、もうこれ1個になっちゃうのね。むしろカバンが奥みたいな感じなので、なかなかのね存在感があるお弁当箱といった感じでございますよ。でもねデザインはね超かっこいい。はい、で裏面はこんな感じ、裏側はこんな感じ、少し折り目ありますけど別に使ってる時に気にならなくなるんじゃないかなといったレベルでございますよ。でサイドはこんな感じですね。なんかくるーっと回しましたらこんな感じですけど、形はすごくかっこいいししっかりしてると思います。で中行きますと、このホックを2個外してチャックをねピャーっと開けていくんですけど、このチャックもねかっこいい感じのチャックをつけてくれているので、なかなか良きではないかと思います。パカン、まあ、中はもちのロンのこと、こういう保冷保温素材になってるんですよ。すごくね肉厚でございます。分厚い、すごく保たれそうな気がする。分厚いもんだって、だいたいこういうの薄いのついてたりとか多いっちゃ多いんですよ。やけどこれはすごく分厚いでございますね。しっかりした作りで、縁はきっちりパイピング処理もされておりますので、機能性的にはなかなかグッドなんだけども、このねランチバッグといいますか、これ自体がかなりちょっと硬めなんですよ。だからカバンの中にこれを入れて会社行ってお弁当食べるねんっていう方からしたらちょっとね融通きかへん感じ形がさ、まあ、なのでこのこんだけの容量がいるわけやんか。だからまあここを例えば折りたたんでこういう感じでベンって入れたらいいと思うねんけど、それやったらバニティ型の方が使いやすいだろうし、これに関してはこのデザインがお好きな方、もしくはこうやって持っていって別にええねんっていう方は向いてるんじゃなかろうかと思いますけど、間違いね逆にありすぎるっていうパターンでございますね。まあ、でも可愛いよ。待って、ペットボトルケース、これはすごく単純な作りと言いますか。素材アップいきますと、先ほどと同じナイロン素材で、これまたねふわふわしてる中が保冷保温素材の部分、なかなかちょっと肉厚でございますけども、でここに巾着部分ですね、こういうキュッて締めましょっていうこういうのがついてて、まあこれ使いやすいですよね。でそこはね丸になってるんですけど、まあちょっとね形を整えるのと、ペットボトルをまあ突っ込んでみましょうも。はい、ペットボトルを入れてみたんだけども、こちらいつものあのかまど屋さんでね緑茶買ったらついてくるこのペットボトルでございますけど、これ何のペットボトルってね前も言ったんですけど、なかなか見たことないデザインでしょ。かまど屋でございます。でこれ入れていくとさ、私こういうのを想像してたんですよね。ここでキュッて締めてさ、このまま飲めますよみたいな想像してたんですが、まさかスポンと入る、こっちの方が保冷保温はできるかなっていう感じですけど、まあペットボトルによっては 500ml より大きいペットボトルでここ飛び出しちゃうやつもあると思うんですけど、それはそれでその方が飲みやすいんじゃねっていうところではありますけどね。通常のペットボトルはぴったりサイズぐらいです。別にキャップは飛び出さないですね。でここの外周、ここに関してもこのぐらい余ってんねんやんか。だから割と太めなやつでも入るかなと思います。なんかさ、ホットのコーヒーとか紅茶とかさ、あのでっかいやつとかあるやん、なんかジョージア系の、ああいうのでもまあ入るんじゃなかろうかと思います。でここのデザインなんですけど、縁がねこんな感じ、そこが折り返しになっていて、これがなかなか真っ黒だけどもなんかちょっとデザインがあって可愛らしいんじゃなかろうかというペットボトルケースでございますよ。これに関してはなんかここがちょっといまいちっていうところは別に見当たらないですね。シーって言うならよ、もうこううるさいね小中途みたいなおばちゃんがシーって言うならないんやけども、中のパイピングがちょっと見えるまあこの程度よ。シリカちゃんあったわ、パーイ。いやまあこれはええか言うて、中がこのように同じようにね保冷保温素材になっているのですが、まあ、こんな感じでございますよ。きっちり保温素材がねこんな感じでついておりまして、この縁はきっちりパイピング処理がされております。ここもさ縫い目出んようにしてくれてるしさ、でここにロゴがベーンって入ってる感じで、いやなんかねシンプルやし使いやすいしかっこいいですね。でそこは丸です。若干いびっつーやけど別に気にならんレベル、すごく綺麗ですよ。どっちもね作り的にはめっちゃ綺麗。はいはい、手で持ってみるとこのぐらいのサイズ感でございますよ。なんか可愛らしいでしょ。幅がすごいあるけどね。はい、どうでしょう、まあ、このねペットボトルケースに関してはもう全然使いやすいここにさストラップがついとった方がええとか、まあ、人それぞれあると思うんですけど、私このシンプル設計が一番好きかなと思いました。使いやすそう。お弁当ケース、ランチバッグに関しては私が思うにつとでかすぎる気はせんでもない。ただランチバッグってさ、あのお弁当とかだけじゃなくってさ、例えばサンドイッチであったりとか、なんかそういうのを入れる人もいてはるやん。まあコンビニで買ってそのまま持ってったっていいんだけど、まあお昼買い出しに行ったりとかねやったらそのまま買って食べれるけど、例えばお昼買い出しには行かれへんやけど行きのコンビニで買っていくとかの人やったら、まあどっかで入れ替えてもらって、この中に袋ごとボンって掘り込んじゃって、でこれ閉じるみたいな感じで使えば、この形がしっかりしてるので、例えばサンドイッチがさこう潰れちゃうみたいな
ことはなかなかなさそうな作りなのよ。だからまあサンドイッチとかをお昼ご飯に考えていらっしゃる方はね、まあそういう時は使いやすいのかなと思ったりもします。ただ容量が割と大きい。ちょっとペットボトルを入れてみますね。ペットボトルがね割とそこにぴったり入っちゃってるんですよ。もう一本入れるね。中がちょっと見にくいのですが、はい、ぴったりサイズ。そこがですねペットボトル2本が寝ている状態なんですけど、割とでかいと思わん？そうするとやから、まあ、あの今細長の弁当箱とかあるやん。こんなんであの 2段になってるみたいなさ、女の子の弁当箱よくありますやんか。ああいうのとあとペットボトルを横並びで入れることも可能なので、まあ、それやったらさペットボトルケースを使わずにこれだけでこと足りるかなっていう気はする。で、まあ、ここのね折り目にね最初ね苦労すると思うよ。このこういうさ折り目の付け具合が自分次第やから、どこで折り目つけたらいいのみたいな感じで最初うんって思うと思うねんけど、慣れたら問題ないかなっていう感じですね。 でも用途が合う方は全然いいんじゃない？かっこいいと思うよ。かわいい。本ではすでにもうラスト3冊あっちゅう間ですな。この間も思ったけど、この間も3冊やってん。割とすぐ終わったなと思ってんけど、編集してみたら40何分やってんね。おかしい。私30分くらいで終わったと思ってんけど、なんやろうね。もういつも狼少年化してるよね。こちらのプチプラあやさんの巾着型デイリーバッグでございますよ。合皮で紐が割と細い感じの巾着バッグなんだけど、最近さ、ショルダーバッグってさ、なんか長めが流行ってんのかな。私ね、なんかショルダーバッグってあんまり持つ文化がなくてですね、Y45 やね。いつも言うてるけど、2回に1回は言うてるけど、Y45 やんか。まあ、初見さんがいらっしゃったらね、一応、何のことってなられたらあれやから、一応言いますけど、45やんか。そうするとさ、うちらの時代ってさ、ショルダーって、なんかビトンの細長いやつとかさ、あとプラダのなんかこういうさ、なんかショルダーの紐が割と短い感じ。なんかあの、リラックマちゃんで再現するとさ、なんかこういう感じのショルダー多くなかった。なんかだから、ショルダーバッグといえば、このイメージやねんか、私。誰か肩掛けの大きめの、こういう感じのバッグか、どっちかみたいな世代なわけですよ。なので、こういうキャシャーな感じの紐が細かったりとかするやん。こういう紐長めのショルダーバッグを持つっていうのがあんまり文化としてなくてですね、紐長かったら私すぐ斜め掛けにしてしまうねんやんか。でもこのショルダーバッグでなんか紐長めにちょっと見えるんだけども、これはまあ斜め掛けにもしていいよっていう意味かなと思ったりもするんですけどね。あれでも他の写真見たらそんなに長くはない気もする。他にはプチプラあやさんの着こなし術みたいなものが載っております。なんかでもこう落ち着いた感じやね。なんか私さ、こう若くて細かったりとかしたらもっと埋めた感じ、あの足出したりとかしてたと思うねんけど、まあ、デブでおばちゃんやからできませんけども、割となんかこのプチプラあやさんがおいくつなのかは存じ上げないんですけども、年齢より割と上目のファッションを取り入れてらっしゃる感じなんかな。まあ、レザー調の巾着バッグということで、素材感がどんな感じかっていうのをお知らせしていこうと思いますよ。ほんでは早速開けていこう。プシュシューパン。はい、中身はこんな感じだ。お、あ、割と綺麗に折りたたまれておりますね。なんかこの薄い発泡スチロールバージョンでございますね。こんな感じで、紐がやっぱり細いからなぜグリグリしてるのか。もうさ、なんやろ、素材って難しいな。まあ今はさ、工場のおっちゃんみんな忙しかったりとかするからさ、ある程度はもうしょうがないのかなと思うあたりでございますけども、紐がやっぱりなんかちょっと長い気もせんでもない。ほんで細い紐なんですけど、まあ、本体は非常に綺麗じゃなかろうかと。なんかさ、バニティバッグとかありますやんか。そういうので使われてる感じのレザー調。ああいうのってさ、折りたたまれて入ってるから割とこうシワ寄りにくい素材使えますやん。まあ、そんな感じの素材感なのでシワはあんま気にならないですね。それでは早速本体レビュー行ってみよう。はい、こんな感じの巾着バッグだよ。裏側はこんな感じになっておりまして、そこはなんかこう楕円な感じね、楕円な感じになっておる。紐の調節ができるようになってるわ。こんな感じ、先っちょがさ、サコッシュみたいな感じで、サコッシュ、サコッシュ、どっち、発音がわからない問題ね。まあ、ただでさえ関西弁なわけやけどさ、こんな感じ UI でございますので、まあ、調整はできますよと。後でまたちょっと中お知らせしますけども、こんな感じでございますね。ぐるっとぐる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 、こういう感じのバッグでございます。素材アップいきますと、割とシンプルな作りですね。合皮で巾着ってさ、これギュってできるんかなっていうぐらい割と分厚めな合皮なんですね。まあ、ほらシワ感がそんな目立ったんでしょ、言ってつるってしてる感じなので、本体の素材的にはすごく綺麗かなと思います。こんな感じの合皮ね、なんとなくわかります。なんかバニティにありそうでしょ、あのミッキーちゃんのバニティとかさ、そんな感じの作りになっておりますよ。で、縫製もなかなか綺麗にちゃんと縫ってくれてるかなといった感じでございます。で、紐なんですけども、これは本体と同じ素材なんかな、ちょっとよくわかんないんですけど、こんな感じの合皮でできてるんだよね。ちゃんとは縫ってくれてんねんけど、ある程度ね形がボヨボヨボヨとしてしまうところはあります。まあでもこの手の紐は使ってたら、まあまあその辺のボヨ度は取れるのかなといったあたりです。なのでね、ちょっと保管してたらこうくる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 ってこういう感じになっちゃう系の合皮の紐ですけど、言うてそこ
こまでこうボッキボキになっているとかではないので、出してすぐ使えるかなとは思います。で表面裏面とありまして、外にポケットなどはついてないんですけど、ここが気になるよね。ここのなんかリングのねチャックみたいなのがついておりまして、開けていきますと、あ、こんにちは、はい、こんにちは。なるほどね、ここを巾着ギュッて縛った状態で開けるのがめんどくせえ時にこっから取り出しましょうよっていうポケットがついております。これなかなか有能でございますね。まあ、ちゃんと長財布とかも取り出せるよっていうサイズ感じゃなかろうかと思います。で紐はこんな感じの紐がね両サイドについておりまして、さあ巾着になるのか、引っ張ってみるね。よいしょ、きついえ、ちょっと待って、頑張ってみるわ。いや合皮がさ、どう考えてもこれ分厚いねやんか、これ巾着なる。あー、すごい、頑張ればならぬこともない、やんちゅーにゃんちゅー。おい、ふざけんなってか全然書けないねんけどさ、昨日ずっとにゃんちゅーの真似しててさ、にゃんちゅーのキャラね私全然知らないんですよ。 YouTube で知ったんやけど、にゃんちゅー。いやめっちゃ硬いいや、もうにゃんちゅーはどうでもいいねんけどね、この際ほーって感じですね。どうして巾着にしようと思ったかじゃ、巾着でいいんだよ、まあ、使えなくもないし、乖離キーやったら別にさ、もうちょっとってやって、いやもうこれ以上私はいかへんで、これ以上いかへん。こんな感じでいいのかな、いい感じ、まあ、写真ではこんな感じまで巾着閉じれますと書いてあるんですが、場合はこれが限界でございます。ただ整ってるくない形、別にこのぐらいでよくないですかね。ちょっとぐらい空いてるけども、まあ縁じゃなかろうかといったあたりでございますよ。ここのねチャックが有能やね。もうここで取り出しするわ。これはもうね閉じたままにする、こういうデザインのものとして。これだってさ、開けな簡単、またこれにゃんじゅーってせなあかんやんか。割と硬いのよ、シュッシュシュッシュする感じじゃないねんね。でも硬いがゆえにこういう形で定まってくれるし、こう自立してくれるっていう意味ではね、素材が硬いのは好きなんだけども、もうちょっとこれを巾着っぽくさ、ギューってここまで閉じちゃいたいわっていう方からしたらちょっとうんと思うかもしれへんけど、私のにゃんちゅーを駆使したらね、まあ、このぐらいまでは閉じるので、このぐらいまではいけるぞという感じでございます。ただ取り出しは私はここでする、まあ、ここでいいです、めんどくさいですもん。にゃんちゅーを駆使してですね閉じるとこんな感じ。いやでもさ、ここちょっと開いてるよ、開いてるけどかっこよくない、割とちゃんとしてるよね。なんかただのなんか三角っぽい巾着バッグより私このぐらいの形の方が好きだわ。ほんで素材感的にも、まあ、ちょっとしっかりしてるのでね、いや全然モテるなって思った。シンプルだけど形がすごい定まってる、しっかりしてるバッグやなって思いました。ほな中レビューしようか。ほんま硬い、ガチで硬いで、マジで開けんのもスムーズやけどね。はい、中にはですねプロデュースドバイアヤさんのねタグがビチッとついておりまして、ちゃんと裏地がついております。で待って、シリカちゃん、こっちはきっちりパイピング処理がされておりまして、さっきのねサコッシュのところはねこんな感じでループがついてるんだよね。でここでこういう紐の調節ができますせーっていう、紐調節できるのほんま大事よ。もうこのさ、湯沸いてるこのサコッシュ型でもいいからさ、とりあえず紐の調節ができたら皆さん身長とかね気にせず使っていただけると思うので、これはなかなかいいねと思いました。まさかねこういう巾着タイプを合皮で作るっていうのはなかなかやなと思いましたけども、まあ、裏側も非常に綺麗でございますよ。縁もこのようにねパイピング処理されております。内ポケなどはついてない、ついてないよね。内ポケ外ポケなどはついてないんですけども、割とシンプルな作りで、まあ、何より横にねこのチャックがついているというのがポイント、なかなか高いんじゃなかろうかと思いますよ。ちょっともう一回にゃんちゅーで締めるわ。にゃんちゅー、はい、このような感じのバッグでございます。いや形可愛くないですか、言うて。はい、手で持ってみるとこんな感じでございます。ちょっとテカテカしてるかもだけど、シワ感とかは全然ないですよ、割と綺麗。まあ、斜め掛けしたらこんな感じ、割と長いのでもうちょっと短くして、斜め掛けしたらこんな感じ、おへその下ぐらいまで行ってしまうので割とちょっと長めなので、私はちょっと10センチぐらい短くして、にゃんちゅー、こんな感じで短く持ちたいと思いました。いや可愛いんじゃない、普通に可愛い。なんかさ、長めで持つのがさおしゃれやと思うの。長めのショルダーとかおしゃれやんね。やけどブーちゃんの私はさ、体のバランスが悪いわけですよ。そうすると長いの持っちゃったらズドーンって見えちゃうんだよね。だからそのような場合はですね、愛のようなぽっちゃりタイプはねちょっと短めもうねにして持った方が、上にこう目線が行くのでバランスが良くなるんじゃなかろうかと思いました。その辺の調整ができるのがなかなかグッド、まあ、ここが硬い、ここがマジニャンチューではございますけども、一回ニャンチューをやってしまったら、あとはもう横から取りゃええやん、ワンちゃん取りやすいもん、ここだってほら全然取りやすい。だからまあ全然ありかなと思うし、すごくシンプルな作りなんですけども、まあその分どんな格好にもモテるかなっていうあたりでございますね。で素材が布だったりとかすると、ここの巾着部分がねちゃんとギュッて縛ってはくれるとは思うんですけど、その分やっぱりヨタッとしたりとか、こうやって自立したりとかしてくれないと思うので、自立って割とでかくない、お膝の上に置くにしろやっぱり自立してくれるバッグの方が私はいいなと思うので、この合
合皮素材っていうのはまあありじゃないかなとは思います。ただこのニャンチュー部分に関しては何回かやってったらなんかこうここがね慣れてくれてねちょっと閉じやすくはなると思うねんけど、でもマックスでやっぱりこのぐらい上にキューって閉じる形もガーンって引っ張るのは倍には無理やけど割とほんま怪力じゃないときついかなと思うねんけど、いやでもさ良くない？このぐらいの形感が好き。この三角やったらさむしろなんかお弁当袋みたいになるやんか。逆にコロンコロンするし、なんか形はもう私これでいいですわ。なんか、このぐらいで持つ方がバランスは形のバランス的にもね可愛いかなと思います。容量ね、もうさなんかレビューが狂ってるよね。ニャンチューを入れる、ニャンチューって言いたかっただけやね。昨日ずっとねあのニャンチューを競ってるやんか。どっちがニャンチューが似てるかみたいなのをちょっとね複数人で競ってたんですけど、いや私がお前、いや私がお前みたいな。アホでしょ、アホやね。はい、ペットボトルを入れていこう。まずそこに寝かして入れていくとね、割と大きいのよ。ペットボトルね、500ml のやつね、そこに2つ並べて入れれますよ。さっきのランチバッグぐらいありそう。あと、立てて入れても、キャップ出ないんですよね。これ一応2本立てて入れてるからちょっとブヨブヨするけど。こんな感じ、巾着の下ぐらいまでがキャップの高さなんですね。だからこのまんま、ランチュー決めちゃったとしても、ペットボトルのキャップ出ないのでいい感じ。立てても入れれます。この大きさが割と絶妙やね。もうちょっと小さいんかなと思ったんですけど、割との大きさがあるかなと思いました。あとこのサイドだわ。でこっから長財布とかね、これ 10cm×20cm のベターな大きさの長財布でございますけども、これが出入りが余裕、余裕っていうかね、まあきっちりぐらいか、ちょっと余裕がある、このぐらい。まあカバンのサイドからね、まあ、チャックを開けの財布をピャッみたいな感じで取り出せるので、いちいちニャンチューしなくていいという、分かってるやんかっていう感じはね。ここ硬いからね、ここの横のねチャックついてなかったらちょっとめんどくさいかなって若干思ったんですけど、横チャックがついてるので全く問題なしですね。いやいいんじゃないですか、すごく可愛いと思いますよ。とってもシンプルで、まあ黒いバッグですけども、なんか春っぽいふわーってした格好した時に逆に黒のバッグで締めるみたいな合わせ方でもいいかなと思うので、まあ1個持っとったらまあまあ便利じゃなかろうかと。で容量的にもペットボトルと長財布とあとポーチやら何やら大きいの割とバンバン入るかなぐらいのマチも大きさもあるので、サイズ感は本当分かってらっしゃるって感じですね。私もっとねコロンコロンすると思ってたんですけど、これが正面でこれがサイドですね。横がちょっと薄くなってるんですよ。まあ当然ながらね、持ってみたところ割とそこまではコロンコロンしないかなと思いました。で私の場合は上はもうこのぐらい、もうこれ以上はもう無理しないっていう感じやから、逆にこう楕円を保ってくれてるから、あんまりこうギューってギュンギュンに締めるよりは割とこっちの方がね体に沿うかなって思った。まあなんかさ、これといってめちゃめちゃデザイン感があるとかさ、ゴールドプレートがついているとかなんかそういうわけではないんだけども、どんな格好にも割とノーマルに合わせられるバッグじゃないかなって思いました。はい、それでは次月予告いってみよう。時計。いや時計もさ、まあまあ多くないですか、付録。まあええんやけどもね、けどもね、またこれミッキーちゃんの時計でございますよ。多いね。大人ミューズさんがですね、6月号が4月27日発売となっておりまして、4月27日なんだよ、27日なんだけどもね、これまたあの工場の都合やら何らかやらで遅れる可能性がございますので、その場合っていうのは最新動画の概要欄でその内容をねちゃんと更新していっておりますので、よろしければまた随時ねこの先の動画の概要欄でチェックしていただけたらなと思いますよ。毎回またあの遅れが出るやつとか情報が入り次第動画の冒頭でアナウンスするようにはしますのでね、まあ、一応4月27日ですよということで、こちらが通常版、こちらがセブンイレブン限定版の増刊版になっております。まず通常版からこちら、ヴィンテージ調ミッキーマウス腕時計ということで、いやでもねこのベルトがね、なんか大人ミューズさんの時計はねベルトがかっこいいんだわ。これ画面でわかります、見えるかな、なんかこういう感じのさ、ちょっとなんか黒胡蝶みたいな感じになってんねやんか。ミッキーちゃんなんだけどもちょっと大人っぽいみたいな感じのデザインにしてくれてるので、なかなかそれが可愛らしいかなとは思います。割とね絵柄的にはクラシカルなミッキーちゃんっていう感じなんですけど、次なんかさミッキーちゃんの時計なかったっけ、あのでっかい時計ね、なんか腕時計なんやけどかなりのビッグフィーズじゃねっていう写真ではそう見えてんけど、いやワンチャンね、でもそれはモデルさんの腕が細い説ね、私がしたらちょうどええんちゃうんとかちょっと思ったんですけど、それとねまたあのデザインは全く違いますけども、同じミッキーちゃんということで比べていこうかなと思いますよ。でこちらセブンイレブンセブンネットショッピング限定商品の増刊版でございます。こちらはですねヴィンテージ調替えベルト付きミッキーマウス腕時計ということで、なんかねこっちの時計はベルト替えれないんだって、この通常版は。でこっちに関してはベル
ト変えれますせバージョンで、前ありましたね、なんかの時計でね、なんかさ気分に応じてベルト変えれますようなんですけど、なんか今年緑流行ってんのってコメント欄でもいただいてましたけど、緑流行ってんのなんかさこっちはさ紺とグリーンなんですよ、でこっちがブラックのノーマルバージョンみたいな感じでね、で紐は多分なんかナイロンっぽい紐やと思うんですけど、なんかでもいいと思う、このさこっちのノーマルもええんやけど、このグリーンとかさ割と派手色、なんかグッチっぽいカラーをなんかお袖からチラ見せとかして、まあ、カジュアルな格好にパーカーとかに合わせたらすごい可愛いんじゃないかなって思いました。はい、こちらに関してはねまた購入してご紹介しようと思いますよ。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。ということでクンクンコーナー行ってみよう。まあ、ちょっとあの匂いのきつい毒がないかということと、あとねまあ振り返りでございます。最初なんやっけな思ったんですけど、このバッグでございますね。ちょっともう忘れてた、ちょっと前のことやのにねすっかり忘れてた、デリバッグでございますね。まあでもさ折りたためんのはいいよ、良きよ。結局さそのバッグで買い物行くか、それともちっちゃい斜め掛けとかで行って、ほんででかいバッグで帰ってくるかとか、その辺のルーティーンもあるじゃないですか。行きはちっちゃいバッグでも、帰りはいっぱいいっぱい詰め込んで借りたいねっていう方からしたら、もうこの薄さたるやちょうどいいんじゃなかろうかと思いますよ。言うて、で紐の長さがなちょっと長いのが難点でございますけど、これね真冬に売ってるんやと分かるんですよ。アウターがごっついでしょ、それこそもうもっこもこやん、みんな。それでこの紐の長さ、まあ、105センチって言うて普通ですけど、今からさ私今ブラウス1枚ですけど、まあ、薄着になるシーズンや、それでこの105センチってまあ普通やねんけど、なんかちょっと若干長い気がすんねんな。まあでもね前のこういうバッグもさ割と紐このぐらいやったと思うね。なんやけど、だんだんさこの短い斜め掛けバッグが流行っててさ、だから1年前ぐらいはこの長さでありやったかなと思うんですけど、今の時代やったらあとまあ5センチぐらいだけでも短かったらバランスよく持てるかなってちょっと思っちゃいますね。クン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 、これを真顔でやってるっていうのが怖いでしょ、もうホラーだぜ。やばいでしょ、もう20代ぐらいの時にさ45になった自分がさカバンかぶってるとは思わへんよね。人生わからんもんですわ。あのね無臭でございます。全然ね匂いとか全然こもってない感じ、なんか素材臭しそうな感じでしょ。こういうのってなんか黒の染料ってさ割と匂うことが多いわけですよ。なんだけどこの子は無、なんか匂いが気になるっていう方はいいんじゃなかろうかと思いますよ。なんか若干匂うかもしれへんけど、いやもう無だね、全然何も感じないっすわ、空気。はい、続きましてランチバッグとペットボトルケースでございますね。かっこよくない言うて、これかっこよくない、これ買ったらさ高くない、こんなセットでさ 2,3 千円しません、これ。しかもさ皆さん大好きあのジョエル・ロブソンさんは私ちょっとあんま分かんないですけど、ジェラートピケさんぐらいだったら分かるやんか、まあ、ちゃんとロゴ入ってるしさと思ったら、まあでもしっかりしてるんじゃね、黒でなんかシンプルなやつを好きな方やったら全然いいんじゃなかろうか。ペットボトルケースは割と私よく使うんですよ、リアルに通貨をって普通に思いました。なかなかかっこよき、ここがかっこいいよな、なんかな、クン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 、なんかね少し素材臭、なんか若干砂場みたいな匂いしますけど、いや別にそんな気にならないですよ。なんか新品臭に近い、そんなおえーってすくる感じのビニール臭とかではないので、あ全然ありよりのありなんじゃなかろうかと思いますよ。でもってニャンチューでございます。ニャンチューではない、全く意味わからない、ここだけ見た人全く意味わからへんやんね。まあでもさシンプルだけどねすごくね、まあでもそこまで逆にさこうガチャガチャしたバッグを持ちたくないっていう方もいらっしゃるやんか、もう落ち着いててええわ、でもシャチ臭いのは嫌っていう方からしたら、この合皮な感じがちょうどいいんじゃないかなっていう、割と使い出したら自分の中でこのぐらいの大きさがちょうどええわってなられる方も割と多いんじゃなかろうかと思いましたよ。にゃんちゅう、うん、形も可愛いしね。そうや、匂わなあかんのかって忘れとった、くんくん。あーなんかまあベターな合皮臭、ちょっとビニール臭みたいな感じですけど、そんなおえっとする感じは全然ないですね、新品臭って感じです。今日はでもね匂いが割ときつめっていう風向はなかったのでご安心あれ。はい、今日の付録動画いかがだったでしょうか。ちょっと短めですんだ。なんかさコメント欄でたくさんいただくのが、いろんなコメントいただくねんよ、まあ、だいたいさあの短め言うてて長いやんっていうツッコミと か、それが逆にええよとか、いいよいいよってこうなんか許してくださるね、ワイのこの雑多具合をね許してくださるね、温かいコメントとかね、まあ、ほんといろいろいただくんですけども、やっぱりでも今すごい大変な時期だけに、なんか生活面でも大変でとかおっしゃる方のコメントもね一部ありまして、まあ一部はあるんだけども、でもほとんどの方がやっぱり今大変やんか、だからわざわざコメント欄には書いてらっしゃらないけども、でも生活的
にすごい大変やなって思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思います。私割と編集する時っていろいろ見てるって言いましたやんか。で一時期さ、あの量までを見返しててさ、わざわざなんか NHK オンデマンドみたいなやつ入ってさ見たいがためにね、なんか永遠見てたんですけど、しかもさ最後の何話分だけね見られへんねん。でも気になってさ、最後内容は覚えてるけど細かいところ覚えてなかった。一回見たんですよ、一回見て見返してる感じなんですけど、そこまで行ったらさあと数話見たいやんか。しゃーなしであのアマゾンで中古ポチりましたけど DVD ね。でまあ見終わって、今は何見てるかっていうとやっぱりねニュースを見てます。 YouTube で、まあ、あの24時間ニュース流してたりだとか、まあ、ニュースをスポットでね上げてたりとか、各報道機関がやってると思うのでそういうのを見ているんですが、まあでもニュースなのでやっぱりなんか今がこんな時期でとか、あんなんでとか、感染者が何名出てとか、そういう内容ばっかりになってくると思うんですよ。まあ、それはそうだよね。まあ、情報を私たちも知らないといけないので、日本の現状であったりとか、どういうのが後々必要になってくるかとか、あとこの前の動画で言いました、あの BCG がワンチャン効いてるんじゃないかっていう説だとか、まあでもそれについてはね、ほんま一概に言えないし、それが本当に万能だったらば、まあ感染者もっと少ないと思うんですね。だからめちゃめちゃ万能ではないんだけど、一部免疫を上げるのには役立ってるかもしれないよねっていうだけの話なんですけども、まあでもヨーロッパ、アメリカは本当に感染者数が多いので、で、日本もね、私も一時期思ってたんですけども、要は検査をしないから感染者が出てないんじゃないか、みたいな感じで思ってた時期も、2月か3月の頭ぐらいですけど、まあそんな感じで思ってたこともあるんだけど、まあ今はどっちかというと、まあ今は少しは積極的にね、検査もするようになって、まあ、東京とかはほんますごいけどね、大阪も割と感染者は増えてきたけども、それでもなんかこう、瀬戸際で頑張ってるっていう感じじゃないですか。まあ、それに関してはやっぱり日本の国民性といいますか、できるだけ感染を広げないようにしようみたいな皆さんのね努力の結果かなって思ったりもするんですけど、ただ確実にね、あの海外から帰ってこられた方であったりとか、あとまあね、その水商売系はね、ほんまなんか移りたくて移したくて感染とかしてるわけでもさしてるわけでもないと思うんですけど、なかなかね密室やから感染しやすくなっちゃう環境よね。まあそういうのでこういうクラスターが増えてみたいな感じに今なってますよね。まあでもできる限り瀬戸際で食い止めて、プラスアルファ要は今問題になってるのが、感染を食い止めるのに全振りするのか、それとも経済を止めてしまって生活できんくなる方を考えないといけないのか、これが割と瀬戸際どのラインを引くねんっていうのが割とどこの都道府県でもそこが一番問題になってるんじゃないかなと思います。あ、でもその状況は割と個々によって違うじゃないですか。ただ言えることはもう経済をガンガン止めてしまう、もう休校するのも延長して、なんなら各企業にまあ今もう言ってると思いますけども、もっと時間差をねつけての出社を要請をもっと強くするであったりとか、自粛じゃなくって非常事態宣言を出してしまうであったりとか、もうこっちに全振りする場合っていうのはやっぱり保証をちゃんとしないといけないと思うんですよ。生活保障をまあ 100% じゃなくてもある程度した上で非常事態宣言を出して感染予防に全振りするっていうんやったら私ありかなと思うんですね。まあでもそれが一番得策かな。やっぱりなんか社会が止まってしまうと、やっぱりお商売されてる方だったりとか、お生活きついやん、物理も売り上げ落ちてどうしようもないわっていう方いっぱいいらっしゃると思うしね、それはそれできついと思うねんけど、やっぱりでもこれ以上増えて、まあヨーロッパアメリカみたいに爆発的に増えるかって言ったらちょっとわからないけども、だけどまあできるだけそりゃ感染者、まあお亡くなりになる方であったりとか減らさないといけないわけじゃないですか。そうなってきたらやっぱり保証をつけての非常事態宣言っていう方がやっぱり皆さんが納得いくところかなって思いますね。ただまあ報道を見てて思うんですけども、なんかさ、ちょっとしんどくなってきたりしません？なんかそういうお声もね、すごくあるんですよ。なんかこういう暗い時期やから、ココロさんの動画見て逆にはーってこう、何も考えんと笑えるのが逆にいいわみたいな感じで言っていただくこともあるんだけど、それってやっぱり報道が今こういう内容ばっかりやからかなーと思うんですね。まあしょうがないことなんですけど、たださ、そんな中、これ何かと言いますと、あのダイヤモンドプリンセス号だよ。最初にさ、なんか感染者を乗せた状態で日本が受け入れて、その後まあなんやかんやありましたよね。中でウイルスが蔓延しとんは日本の対応が悪いからやとか、いろいろありましたけども、まあ、この度除染が済んでこんな感じでありがとうジャパンって書いてくれてるんだよね。この船っていうのはヨーロッパかアメリカかなんかその辺の国籍になるのよ。この船の中はそもそもこの船の中の国籍っていうのが日本じゃなかったのよ。外国の船舶だから、だから日本が指揮ってさ、こうしてああしてってすること自体がちょっと難しい状況。まあ皆さん結局ね指示には従ってくださったんだけども、まあいろいろややこしいことがあって、でもなんやかんや日本言われましたけども、でも受け入れてくれてありがとうっていうこれは気持ちだと思うんだよね。
まあ、なんかでも日本の対策っていうのはいいところ悪いところいろいろあると思うの。だからってもちろんのこと全てがありっていうわけではないとは思うのね。もうちょっと早せなあかんこと、逆に時期を見てるんかなと思うこといろいろあるんですけども、やっぱこうやってなんかシンプルにありがとうって表現してくれるのはなんか素直に嬉しいよね。日本の報道機関っていうのは、まあ、全部が全部偏ってるわけではないんだけども、ただやっぱりすごく業務的というか、なんかそんな気がするんですよね。週刊誌とかそんなもうデマばっかりやんか、贈呈記事で溢れとりますやん。だからほんま私はさ、今こうやって、まあ、YouTube で発信も自由にできてますし、まあ、ネットがあったりなんだかんだするから、フェイクなニュースがあったりとかしても自分で検索してしっかり調べることもできるし、この時代にこう生きててよかったなってすごい思うんですね。これがもう10年前20年前やったらちょっときついかなと思うところではあるので、ただ今回こうやって一つの船がさ、やり方がね完璧じゃなかったかもしれないし、不備はあったかもしれないけども、頑張って全部除染まで済ませてありがとうって言ってくれる日本っていうのは、私たちもっと誇っていいんじゃないかなって思いました。まあね、まだまだこの感染のピークっていうのは私的にはまだ来てないんやろうなって思うんですね。これからもっともっと自粛要請とかよりもう一個上の段階に行くんじゃなかろうかとは思うんですけども、でもここはもうみんな頑張って乗り越えよう。なんかこんなさ、アホな付録動画を出してる私が言うのはなんなんやけど、でもどうにかね、前の動画でも言いましたけど、申請するものは申請をして、頼れるところには頼って、今をなんとか乗り越えれば、また何でもない日常っていうのは完璧な形じゃなかったとしても、ある程度の安定っていうのは返ってくるんじゃないかなって思います。なので今この時期をなんとかみんなで一緒に乗り越えていきましょう。はい、今日はこのあたりで、ということで、まあ、結果ちょっとね真面目な話になってしまいましたけども、なんかせっかくさこういう動画で私はもうお知り合いになれたって思ってんねんね。お知り合いになれた皆さんと私もね一緒になって乗り越えていきたいし、なので皆さん手洗いとうがいはもう当然のことやられてると思うねんけど、まあ、お互いねしっかりして予防にねこれからも頑張って努めていきましょう。いつも本当にたくさんのコメントと、そして温かいグッドもいただきまして本当にありがとうございます。あ、そう言い忘れてたんですけど、次まとめ動画出す言うて、ほんで大人ミューズ会になってしまったんですけど、ちょっとねこっちが発売が先だったのでこちらを出させていただきました。ごめんなさい。なので次はまとめか、またちょっと別のねまだ溜まってる雑誌とムックをご紹介するかどちらかだと思うんですけど、あと髪の毛爆発状態からまっすぐにするっていう動画も出してないやんか。まだなかなかね溜まってきてる。頑張ってその辺をね4月はこう順々にね出していこうと思いますので、またそちらもよろしければご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。